はい、今回2024年10月中旬時点のレクサスの最新納期で新型車の情報、改良後 LX とかですね、 GX550 の追加情報が入ってきて、でまずは最新納期の前に新型車の情報、リコール情報からで、直近のリコールはもう何回か紹介してるですね、6月14日のパナミックビューのバックガイドモニターのですね、リコール以来3ヶ月も4ヶ月ですね、リコールは発生しなくて、8月29日に LX の方ですね、現行600系がサービスキャンペーンを実施、対象生産期間が令和3年11月10日から令和6年6月4日まで、エンジンコントロールコンピューターのリコールで、主因出さなかった場合最悪アクセル全開付近で使用通りのエンジン出力が発揮できないとのこと、で修復内容の方は全車両エンジンコントロールコンピューターのプログラムを修正して、でレクサスに関する最新情報として GX ですね、標準仕様の発売時期の方が判明してきて、オーバートレールプラスに関してはですね、今年の5月に抽選を受け付け終了していて、当初の予定では7月にですね生産開始予定だったのが延期して、早ければ8月にですね納車っていう話もなくなって、現時点のですね納車できていない状況が続いて、それが最新情報によると10月中旬以降からですね生産開始、11月から12月にかけてオーバートレールプラスに関してですね納車が始まるみたいな情報があって、で今週今年の秋ですね発売予定だった標準モデルに関しては発売時期が延期して、来年1月後にですね発売へという情報で、だ3ヶ月ぐらい延期したことになるんですかね、まだ確定情報ではないですけどね、来年1月に伸びたっていう情報があって、で GX の車両価格、プレミアムが1028万、プレミアムプラスが1108万、上級ラグジュアリーが1236万のラグジュアリープラス1300万ですね。海外の方で発売されていて、ちなみにオーバートレール仕様に関してですね、日本と似たような価格だったんで、まあ参考になる価格としてですね、プレミアムもラグジュアリーもですね、米国仕様に近い車用価格になる可能性があって、で、新型車の情報として7月18日にですね、LBX モニター仕様が正式発表、8月下旬にですね発売を開始、650万ですね、100台限定のビスポークビルドに関してはオートママニュアル車ともにですね標準車より70万高くて720万で発売して、もう完売してますね。でまだ正式発表されてないですけどね、 LBX エレガントがですね間もなく発売予定で、早い段階か8月頭あたりからですね先行予約の方が始まってたみたいで、こちらに関しては直線 1.5 リッターですね、クールリラックスと一緒で17インチアルミが標準で、エルテックシートですね採用、本革に近い風合いと手触りの構成比較で、インテリアカラーがソニスホワイトとモーブですね、でエレガントの車両価格、肉が420万円、で E4 が446万ですね。肉と E4 価格差26万差で、リラックスクールより安いエントリーグレードですね。40万安くて。で、10月10日にですね、LX 一部改良の発表があって、同日の発売ではなくて12月にですね、発売予定、日にちまで分かってなくて、ハイウィット社の LX700H を追加、直四 2.5 リッターターボではなくてですね、V6 3.5 リッターツインターボにモーターが加わる形で、あとはシングレードにですね、LX にオーバートレールプラスを追加、まあ、専用装備、専用カラーのですね、ムーンレザーと設定して、で、インテリアカラーも専用色、モノリスを設定、で、ガソリン車、V6 3.5 リッターツインターボエンジンの LX600 ですね、新装備を追加、安全装備のアップデート、新機能類がですね搭載して、
はい、では続きまして2024年10月中旬時点のレクサスの最新納期。はい、では10月中旬時点のレクサスの最新納期で、さすがに改良後 LX の方はですね、まだ納期判明してないですけどね、現行登場した時も半年ぐらいですね、5、6ヶ月時点で受注停止となって、そのダストップの状態ですね、現時点でも続いていて 4,5 年の納期って言われてますからね。で、まずは LM500H バージョン L なんで3レシートですね、6名乗車、5ヶ月か5ヶ月半ちょっとだけ納期短縮しましたかね。で、エグゼクティブビップグレードですね、2000万の方で2シート4名乗車、4ヶ月か4ヶ月半なんで、こちらの方はですね、逆に納期が長期化してきて、もうそんなに納期差なくなってきましたよね、1ヶ月ぐらいの大きさで。 LBX クールリラックスが1ヶ月半か2ヶ月で、エレガントですね、似たような納期、まあ、2、3ヶ月ぐらいですね、納期で。モイズオ仕様に関しては10ヶ月か1年ぐらいですね、納期待ちみたいで。標準車のビスポークビルドだとですね、だいたい9ヶ月か10ヶ月くらい納期がかかるみたいですけどね。 UX300E 最近ですね、納期の方を長期化していて、4ヶ月半か5ヶ月で、 300H 2ヶ月半か3ヶ月で、 NX450H プラス3ヶ月半か4ヶ月で、 350H が3ヶ月か3ヶ月半で、350ガソリン車3ヶ月半か4ヶ月の250、2ヶ月半か3ヶ月で、まあ言ってくると考えたらですね、グレード感の納期差はなくなってきて、で、RX450H プラス 350H、500H、350ですね、お問い合わせくださいというか、もう受注停止みたいですね。RX 登場して、確か1回だけですね、一部改良。350H を追加したタイミングですね、一部改良実施していて、それでも1年3ヶ月ぐらい前の話なんで、またですね、改良してもおかしくないタイミングに差し替わっていて、で、RZ450E300E の方ですね、受注の方再開していて、2ヶ月半か3ヶ月で、 GX550 お問い合わせくださいになっていて、 LX600、まあ、オーダーストップですね。で、 RCF お問い合わせください。で、 RC300H の方ですね、受注の方納期分かっていて2ヶ月半、350、300も受注再開していて2ヶ月ですね。で、吉500コンバーチブルお問い合わせください。で、 500H もですね、500もお問い合わせください。で、 IS300H もお問い合わせください。で、350、300もですね、500もお問い合わせください。で、他のグレード見る限りに一部改良での受注停止の可能性低くてですね、で、 ES300H はですね、受注停止になることなく2ヶ月半か3ヶ月で、 LS500H 4ヶ月か4ヶ月半の500ガソリン車4ヶ月半か5ヶ月ですね、車種によって納期が短縮したり延長したりと、まあ現時点でオーダーかける車種に関してはですね、半年以内には納車できそうですよね。 LBX も依存しようとか、ビスポークビュートとか、まあ、半年以上1年以内の納期が変わって、 LX 開業後もですね、 3、4年、下手したらもう5年ぐらいですね、納期が変わってくる可能性があって、 GX が LX 並みの納期になるのか、それとも NX とか RX みたいですね、
半年以内の納期なのかまだ分かってないですけどね。はい、今回2024年10月中旬時点のレクサスの最新納期で新型車の情報、リコール情報について紹介しました。